激怒、粗品、27時間テレビで NG のバンジーをやらされそうになり打ち切れ、フジテレビが全面謝罪。東野幸治との早口言葉対決で負けた方が逆バンジーを飛ぶという流れになり、東野幸治が空気を読んで負けて飛んだ模様。この報道に対しての反応がこちら。脱世 YouTuber だな。なんでこんな力持ってるんや、バックに誰がおる。こいついなくなって困るほどテレビ業界は終わってるんか。こいつ自分が汚れやるのむちゃくちゃ嫌うよな。そもそもできないやろ、無駄にプライド高すぎる。泣いてたのよ。こういうノリでいちいちガチ泣きしちゃうやつ、小学校のクラスに一人はおったよな。くっそ嫌われてたわ。60近い先輩に体張らせて恥ずかしないんか。東野は大人やけどバンジー飛んでもなんとも思ってなさそう。他人が嫌がることはするのに自分が嫌なことは拒否するというゆとり世代の生き写し。罰ゲームできないなら初めからやるなよ、アホやろ粗品。昭和の芸人みたいなこと言ってるのに NG やるんや。倫理逸脱したキャラクターのくせしてコンプラに保護されるとかクソダサすぎるやろ。おもんないやつとは思ってたがこれほどか。ご視聴ありがとうございました。芸能人、有名人を中心に毎日投稿しています。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。